結婚しました。いやーめでたいね、ほんと。あは、勘違いしないでね、俺たちじゃないですよ、大人ラピーですよ。でもなんでうちらはこんな格好させられてんのよ。いいじゃん、噛み合ってんよ。そういうことじゃなくて。なに？ほら、その大人らさんがはそうだったんで、ルカにはウェディングドレスを着てたかったんだって。なんだそりゃ、親じゃうめえし。ふふか、勘違いされんでしょ。それで再生数アップを狙ってんのよ。おい、あ、サムネで、あ、サムネサムネでするってのか。そうそう、だって一年空いてんだよ。さすがにもうなんかしら、おってなんないとクリックしてもらえないもん。そんなことないよ。いや、あるね。もっと自信持ちなさいよ。他の会はね、厳しいんです。もう、らしくないな。そう、うん、こういう俺とは結婚してくれないか。は、やっぱいつもの自信満々、チンコビンビンな俺がいい。おー、まあ、いい加減にしろ。さすー、まったくあんたは。それにしても本当に合うな、そのドレス。あー、ありがとう。孫にも衣装、腐っても巡りねるかだね。それ褒めてなくない？本当にお嫁にもらいたいぐらい可愛いけど。バッバ回転じゃないわよ、もうタイトルゴール。はいはい、ルカとガクトの大人のラジオ、ディスプログラミーズゴーチューバーイフコロカシユーズ。なかなか久しぶりだな、この感じ。そうだね、なんかムズムズ。もうまたが？違います。そう、ちょっと今回飛ばしすぎじゃありません？いやー、すんません、溜まってるもんで。うるせてよ。あ、もうまた挨拶もしないんだから。そっか、忘れてたわ。うん、はい、みなさん、せーの、あがうちわだんま来るかな。あがうちわだんま来る。そう、どうだろう、来るかな。ちょっと長い間、ほら、ご無沙汰だったもんで、若干ね、ドキドキなんですよ。そうなの。ねえ、うわ。多分さ、うん、今初めて見たっていうリスナーさんもいると思うんだよね。そりゃいるでしょうな。はじめまして、ガクトです。よろしくお願いします。俺たちはボーカロイドっていうパソコンのソフトで、本来歌を歌うために開発されたんだけど。何？夢ぶっ壊し。いや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 、あんね、誰からかは言わないけど。アダウティは、ルカさんとガクトさんの携帯のアドレスを教えてくださいってね、メールがさ、届いてさ、ラジオ宛てに。どうしろっての、俺ら二次元ですから。あー、まあね、わかるけど。俺たちはただの想像の産物なので、って現実には存在しない。あ、やべ、オープニング曲の紹介忘れてた。ほんとだ。調子乗って喋りすぎた。オープニングはクレイルさんのリクエストで、とてもヤバーカさんの Stay with me ハウスなんで、ルカちゃんも気に入ると思います。そのことです。ありがとね。さて、お便りの紹介いきましょう。今回お手伝いしてくれるのはラピスちゃんです。ラピスです。お便り読みます。よろしくお願いします。ちっちー、どこいるか見えねえ。よろしくね。はい、では読みます。ラジオネーム、朝食は石さん。すごいね、ミンセンスだね。うん、ルカさん、ガクトさん、アダウティは、アダウティは、ずっと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 聞きたかった質問があります。お二人はいつ結婚するんですか？かっこ真剣。おとなじの素敵なトークといい、リスナーさんからの愛されっぷりといい。もうほんとたまりません。いいご報告を待ってます。かっこ強引。まだまだあるので一気に紹介しますね。はい、ラジオネームトミさん、ルカさんとガックンはいつ結婚するんですか？ここははっきりしてほしいですね。ニヤニヤ。ラジオネームリュータさん、お似合いのこの二人は結婚しちゃえばいいと思います。それからひめまりさん、
どうしてるかねえと、ぶっこにーは結婚しないんですか？すっごくお似合いなのに。余計なお世話だよ。それから、他は大好きじゃん。もういっそのこと結婚してみたらどうですか？いっそのことってなんだよ。ミルクティーニさん。あの、ほんとミルクさん、グッポさん、結婚してください。結婚式動画楽しみにしてます。まだあんの？はい、ありますよ。ラジオネーム、たまやんさん。お二人はまだ結婚しないんですか？シーナさん。グッポとルカは結婚しちゃえばいいと思います。かわいいかわいい。このようなお便りは他にもたくさん来てますよ。もういいよ。どうしてこんな面ばかりなの？もう嫌だか。皆さん一個言わせてもらっていいですか？あんた余計なこと言わないでよ。何さ余計なことって。いや。あのね、結婚ってのはそう簡単に軽い気持ちでできるもんじゃねえんだよ。わかる？本人たちだけじゃなくお互いの家族と結婚するようなもんだしな。あと手続きも面倒くさそうだったよ、いろいろ。ああ、女性は特にね、名字が変わるし。最近は夫婦別姓とか。カムイルカ。あんたと結婚するなんていつ言った？ああ、ただの例えだろうが、可愛い反応してんじゃねえよ。うっす。てかもう俺らの間にはそれなりの絆、家族愛みたいなのあると思わない？さあね。多少はあんじゃない？ふふ、素直じゃねえな。それでは、イラスト紹介第1弾。はい。ラジオネームずみさんのリクエスト。黒ずみ引いて、夜桜物語。みんなありがとう。ありがとうね。皆さんから届いたイラストはまだまだありますんで、うん、後半をお楽しみに。はーい、じゃあ次のコーナー。ハロー、ボーカルプロデュース。割と人気なコーナー、うん、第3回目です。こんなボカロ P がいるよ、おすすめだよというコーナーです。はーい。シメサバツイスターズ、カゴメ引いときましたが。あ、最近ソロデビューしたみたいよ、シメサバさん。え？シメサバツイスターだって。もともとソロじゃねえのか。まあいいや。はい、今回紹介するのは、ジャムパンさんです。ジャムパンさんは超個性派楽曲を多数制作されているボカロ P。聞けば聞くほど味が出るスルメ曲ばかりです。うん、見応えのある PV もご自身で全て分けているそうで、またそれも独自の世界観を醸し出しています。ギターもベースもなかなかの腕前で、小粋なソロなんかも聞けちゃいます。かっこいいの。ミクの調整も丁寧で魅力的な歌声なんで、ぜひ聴いてほしいボカロ P のうちの一人ですね。うん、そんなジャムパンさんのお気に入りは機械仕掛けの君に刺さる。この曲についてジャムパンさんからのコメントは、プルレ風の曲に乗せミクさんに人生の儚さを歌ってもらいました。ほんまかいな。はは。難解な PV も合わせてお楽しみくださいだそうです。それからリスナーの皆さんに一言、ここにいいものがありますぜ。へっへっへ。
以上、ジャムパンさんのマイリストは動画説明文下に小割からどうぞ。ジャムパンさんの協力ありがとうございました。交換が遅くなっちゃってごめんなさい。ハローボーカロイドプロデューサー、次回もお楽しみに。教えて、カッコ先生。3年ジグニー。ん？何先生って言ってほしいの？え？ああ、そこまで考えてなかった。さあ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 読んでください。はいよ。ラジオネームカンヤさん。ルカさん、カッコ先生、大人 P さん、アダウティは？アダウティは？エッチではないけど、ちょっと変な話になります。エッチじゃないの？いい？はい。最近なんか自分はわかりません。恋愛対象じゃないけど仲がいい男子を、いじめたりおちょくったりして笑い合うのも好きなんですが、一方で恋愛対象として見てる男子にいじめられんのがなんか、嫌といえば逆になるような気持ちになります。私って M ですか S ですか？うん。S と M は表裏一体。どちらも自分だ。身近な例で言うと、ルカが大変わかりやすい。俺に罵声を浴びせることもあれば、俺にいじられて喜んでる時もあるだろ。喜んでねえよ。へぇー。なんかムカつく？はい、次。ラジオネーム LR さん。カクポ先生、ルカさんがタウティは？ティワー。カクポ先生に質問です。私は彼氏と付き合ってもうすぐ4年になります。毎年記念日にプレゼント交換をするのですが、何が欲しいか聞くと、何でもいいよと言われました。なんか男性が喜ぶいいプレゼントはありますか？一緒に買い物行けば？サプライズやりたいんじゃない？男性が喜ぶって言われてもさ、お前もう4年も一緒なんだろ？相手の好み大体わかんだろ。それか、ネタ切れ？ネタ切れだとしたら、記念日にやプレゼント交換するのやめたら？誕生日だってプレゼントあげんだろ？あげすぎ。ごもっともですね。記念日や食事とかだけにしな。以上。オトマンラジオ。ここでイラスト紹介第2弾。はーい。BGM は、みゆきさんのリクエスト。カリックさんかな？間違ってたすいません。マッドネス。このね、イラスト紹介は、ラジオの第13回目からずっとやってきてるんだけどさ、1回のラジオで最低8枚は紹介してんのね。そう。ちょっと計算してみてよ。13回からでしょ？今25回だから。12×8？ うん。て、いくつ？計算する気ねえのかよ。てじゃねえよ。12×8 でしょ？2816の96すごくね。しかもさ、回によっては2回ずつやってることもあるんだよ。ってことは100余裕で超えてね。ほんとだ。ありがたいね。ね。
さとさ、コスプレとかも一体いるの知ってた？知ってるよ。ルカなんかさ、元がこんななんにさ、すげえ変な人とかいる。おい、さりげなく失礼なこと言ってないぞね。エンディングはハレメルイさんのリクエスト、トーヤさんでフラワーズです。一通お便り紹介します。はい、ラジオネームラキニーニさん、ガクポさん、ムカさん、大人ラピーさん、アタウキは初めてお便りします。ちょっと割愛させてもらいまして、実は私はカーユキさんの初心者マスターです。とあるトークロイドをきっかけにボーカロイドが欲しくなって、清水の舞台から飛び降りる気持ちで中古のパソコンとユキちゃんを買ってしまいました。最初にソフトをインストールした時にやぜっくしました。ボーカロイドってゲームみたいにキャラクターが画面いっぱいに出てきて簡単にパクパク歌ってくれるもんだと思っていたので。そうか。で、いろいろ調べて頑張った結果、日常会話ぐらいなら喋らせることができるようになりました。やっぱり大好きなユキさんの声で、こんにちは、アキニーさんって言ってもらえると、機械の声とはいえむちゃくちゃ嬉しいですね。なんかお父さんになった気分です、とのことで。ここにもトークロイドの面白さに気づいた方が、いいことですね。ですね。ある程度自分のやり方が分かってきたら、他人の調整方法もね、参考にすることをお勧めします。そう、例えば大人ラピーのとか。はい、ここから宣伝タイム。はーい、今年もやります。調整講座ボーカロイドファンタジア5、2014年9月23日場所は東京錦商会館。去年と場所は違うんで注意してね。今回の調整講座は超初心者向けなので、どなたでもお気軽にどうぞ。去年販布した USB メモリはシールと合わせて今度のマスコミで再販します。去年は台風で全然売れなかったんだよね。今回コミケではその場でセリフを救うサービスは行いません。デザケンさんのブースに居候させてもらうからね。デザートロジックラボ、通称デザケンは、オリジナルテクノロックバンドで、打ち込みのピコピコサウンドと生音が融合した癖になる楽曲を制作されています。昔のバチュームとか好きな人はハマると思うよ。3日目、8月17日、東美の 56B で待ってます。よろしくね。じゃあそもそも終わりかな。今回は占いなし。また今度ね。あ、そう。早くこれ抜いたいから終わろう。早く。それではまた、グッバイ。またね。